箱根という雑草がですね、福島の山奥から飛んできたんですね。山のみんなはさ、東京なんか行くな、いいことなんかあれしなさって止めたんだけども、あたしはもう決めてんだ、東京で花咲かせんだ。これは、ね、いってらっしゃい。タバコを吸ってる。まあ、道はあるけどちょっと厳しいかもしれないね。店の裏側だったらしく、その彼はどうやら六本木ホストナンバーワンらしく、顔が黒く体も黒く、あそこはわかんねえんだけども、とにかくアダスの胸はドキ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 して止まらなかったんだ。
兄さんや、これじゃあ箱べがかわいそうじゃよ。この箱べっちゅう雑草はな、白くてかわいい花、たくさん咲かせる雑草なんじゃよ。それでおじいさんはあたすを六本木の豪邸に連れて行ってくれたんだ。日に日に元気になっていくあたす。ある日おじいさんは鏡を見せてくれたんだ。そこには白くて小さい花がたくさん咲いてて、あたいは涙がボロ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 止まらなかったんだ。富士涙ボロボロ止まらない、あたいの夢は一つだけ、女に生まれ来たわ。